織田信長ゆかりのその織田神社の氏子さんとご結婚に西畑さんはなってらっしゃるわけ、ね、そうなんです、うちの妻がそうなんです。ということはある意味こうなんか信長と弥助の関係に若干近いところももうあるぐらいの。そうかもわかりませんね、あの結婚なんかも最初は僕反対されましたりしたんですからね、まあ、今ではねすごく受け入れられて優しくしていただいております。それで言うとあの実は弥助もあのこうその明智光秀とかから物語の中では結構疎まれるわけですよ。でいますいます、ね、そういう人います周りに、うん、でそのあそのねあの明智光秀は作品の中ではひどい目に遭いますんでざまあみろって思っててください。そうなんだ、その楽しみにしてますよ。であのまあそれでその中で弥助はすごくこうなんていうんですかね、もうそう日本人らしいんだよね作品の中で見てると。そう、西畑さんもそうだけど、西畑さんはね日本人の中でも特に関西人っぽいって感じがすごいするんだけど、あのなんかあんまり多くを語らず背中で語るみたいな感じのキャラクターなんですよ。でただまあその弥助も結構ねこう疎まれてるけどだんだん周りに馴染んできて、みんなこうね、弥助が渡す船でおばあちゃんが川渡ったりとかこうしてるシーンとか出てきたりするんですけど、あのニシャンタさんもこうやっぱり馴染んでくステップみたいのはあったんですか？ありますね、あのまあ言うても全然その文化っていうのは違いますからね、うんうん、まあ、例えばスリランカの文化、食文化にしても生活文化にしても全部違いますからね、まあ、日本にはまた全然違うものがありますから、まあ、全く違う世界に来て一個ずつこう身につけていく、楽しんでいくっていうようなそういったこうプロセスがありますね、うん。